ショップディズニーから戦ってる人もいる例のあれが届いたので開けていきます。じゃあ一回箱がでかいので開けます。そのサムネを使う。ああ、すごくない？ステッカーついてる。そのサムネを使う。ウォルトディズニー、ワールドリゾート、イン、あ、フロリダって書いてある。フロリダって。世界で一番マジカルなセレブレーション。ステッカーだよね。うん。シールです。じゃあまずは、ピンバッジの方を開封していきます。じゃあ開けていきます。ウォルトディズニーワールド50周年のピンバッジ3種類とりあえず厳選して3種類あの買いすぎてもお金があれなんでさすがに。でまずがまずこちらがミッキーとミニーのピンバッジになります。ミッキーとミニーが描かれててその後ろに50周年5をまるでミッキーをまるで囲んで50周年。パッケージのここにもそうシンデレラ城かな、うん、と50周年ホロっていうかキラキラになってます。でこっちがその認証なのかなノーなのかな。で裏側がこんな感じで、でお値段が1個1320円となります。でここにも50周年で、まず1個目がミッキーとミニーの50周年のピンバッジです。ドナルドとデイジーの同じ種類のピンバッジです。これも5と0がの形になってます。デイジーが0の方にいる形です。でここに50、パッケージもすごい可愛いです。でこれも1320円です。ここにもう50、でこのここのとこがミッキーになる。かわいい。でもう一個ライト押さえてる。で今度はこのシンデレラ城とミッキーとミニーのやつが乗ってる50って書いてあるピンバッジです。ウォルトディズニーワールド。でこのパッケージは一緒のやつ、花火とかが上がってます。でこれも1320円です。以上、まずが50周年のピンバッジセット3セットでした。続きましてこの袋です。開けていきます。どうございます。50周年とか言ってもらおうか。次に購入したのが50周年のマグカップになります。じゃあ紹介していきます。で正面っていうか取っ手のすぐ左側に50周年のロゴとシンデレラ城にミッキーとミニーで、もうちょっと左にアリスかなこれ、うん、アリスと何だこれ、何の船、アリスと船、ピーターパンで、ダンボ、うん、あ、こういうのもなんかいいんだ、よく光に見えない、ここに金貨ベル、うん、で、いろんなキャラが乗ってて左に回してて、ここにマニュビラン
で、こうやって行って、ずーっと、で、これスターウォーズかな。で、グーフィー。あ、ちょっとやってもらった方がいい。光がだから。アラジン？うん。チップとデール。ディズニーピクサー。ムーランみたいなやつ。うん。と、ドナルド？そうだ。なんだ、ディスコみたいな。好きなの？マコースフィアンじゃないですか？うん。ではそのあれやんレミ、うん、ここにもあのドラゴンのやつとか、うん、いや見えないですよ、ドラゴンなの、ドラゴンかで、離れたで、ブルートでしょ、ブルートっていう感じで、いろんなキャラが一周びっしり描かれてます。ライオンキング、でちなみにこのキャラ浮き上がるような作りになってます。値段は税込み1980円です。で、買い付けられて。ここに、The World's Most Magical Celebration って書いてあります。すごい大きい。マグカップです。何？じゃあ以上50周年のマグカップでした。続きましては50周年これも、うん、のスノードームになります。でまず箱何もないんだけど先に値段が書いてあるので値段から言います。1980円になります。で開けていきます。スノーグローブって書いてある。え、スノーグローブ？スノードームって書いてあったけど。の。スノーグローブって書いてあるな。どうだよ、こっちが正式名称みたいで。じゃあ取り出していきます。落としたこれ。まだ。もうついてる。食べたい食べる。50周年のタグがこの包まれたやつから出てます。そっちも書いてある。で、中が英語だ。もう注意書き、うん、と説明文なのかな。こっち側がわかんないけど。じゃあ開けていく。じゃあ開けていきます。スノードームじゃん、なんだスノーグローブ、あ、スノーグローブ、じゃあこちらが50周年のスノーグローブの本体となります。ここに空気が入ってて 水っていうかその中に液体が入ってるのがあります。柄がミッキーとミニーとアリス、アリスと何の使い方が難しい、うん、見えないんだよ、画像で見ると見えないんだよ。後ろはプルートとドナルドとグーフィー、そのティンカーベルとかなんかこう何て言う立体的、そうそう、だから見にくいんだよね画像からじゃ。でシンデレラ城の真ん中に50ってなってます。自分たちの本命はこのスノードームでした。で裏側が見にくいな、汗が裏も違う模様になって50周年とミッキーとシンデレラ城と、なんだその光ってんので沈んだらなんていうのキラキラするやつが固まっちゃう、超見にくいから、うん、で、振ればいい、まあ、こんな風に振ると星型のキラキラしたやつが舞うようになってます。あ、なんかミッキーの形のやつも、うん、見えない。
あ、本当だ、だ見える。じゃあ裏側も、はい、ここにもあります。じゃあ次裏行きます。こっちの見やすいかな。ミッキー、かわいいです。すごいかわいい。予想以上に良かったです。耳がついてて、後ろこんな感じ。そうだね、注意書きとかね、シールがいっぱい貼ってこんな感じで す。じゃあ以上50周年のスノードームでした。よかったです。まあ、じゃあ次はこちらの商品です。じゃあ開けてきます。さらに袋に包まれてます。じゃあ袋取っていきます。じゃんじゃん。で今回購入したのは50周年のオーナメントです。じゃあ紹介していきます。じゃあまずタグから。オーナメントって書いてある50周年のやつです。でお値段は、うわ、肉や、ほら3520円になります。こんな感じで。じゃあ本体かな、逆だね。でこっちにウォルト・ディズニー・ワールドって書いてあります。で反対側の耳に50周年のロゴマークです。この花火が、うん、耳の後ろのところ落ちます。で、中に、はい、難しい、ミッキーとミニーとシンデレラ城。シンデレラ城、そう、パークのやつなのかな、これね。そうだね、さっきもあった。キノコ。とか建物が。で、あとはいろいろなキャラクターがこの表面にプリントされてます。あれ、プリントっていうのは描かれてます。プリントがすごい難しい。待って、それ待って、よく待って、ダンボとか、うん、レンでしょ、それ中に あってこう、どっち近づけるの、ほら何て言うの、透明だ。ちょっと縁を上げます。いいね、これ見えるな、うん、これ結構あの中と差があるから、これ、うん、スターウォーズ、うん、上げた方がいいかも。この文字がお、ん、長い、ザ・ワールドズモストマジカルセレブレーションってなってる。ここはこんな、あ、取り外しできるようになってるな。そっちの、ここ、うん、そう、そこは取り外せる。リボンが取り外せるようになってます。で後ろが50、めちゃくちゃ可愛いです。じゃあ以上50周年のオーナメントでした。じゃあ以上です。じゃあ最後は50周年のマップになります。じゃあ紹介していきます。まじゃあ表面かな、これはウォルト・ディズニー・ワールドの50周年とシンデレラ城のロゴです、うん。で、裏側と。で、お値段が990円です。注意書きがあって。うん、注意書き。うん。じゃあ、開けていきます。どこ開ける？
怖いね。マスク切らないよね。で、広げていきます。ガイドトゥーザマジックキングダムウォルトディズニーワールドって書いてあるで、下にこれあれなの書いてあるのかな、場所っていうかそのあるものがさ、そうだ、このなんていうの、園内の本当に昔のマップになってるから、なんていうの、このここのはなんだかんだみたいなアトラクションのこととかが書いてある、ね、アドベンチャーランドとかロンティアランド、リバティスクエア、ファンタジーランド、トゥモローワールド、こんな地図が、絵の地図、そうだね、日本のじゃないけど、日本のに、日本もやっぱ同じに作られてるね、うん、ほとんど一緒だもんね、うん、こう入って、真ん中があって、シンデレラ城があって、あ、この船、コロンビア、コロンビアだよ、なんだっけ、トゥモローランドみたいな、日本のトゥモローランド、こんな感じになってます。どう？うん、うん、同じ。じゃあ以上、50周年のマップでした。以上です。